はい、皆さんこんばんは。今回は照明器具メーカーのスルーナイトさんとのタイアップ企画、こちらの夜釣りの必需品ヘッドライトスルーナイト TH10 のご紹介をさせていただきます。このライトは LED を使ったヘッドライトで、最大の魅力は750ルーメンもの圧倒的な明るさです。それでは早速中を見ていきましょう。まず箱を開けますと、こちらの説明書がございます。ライトの明かりは2種類あり、クールホワイトとニュートラルホワイトがあります。クールホワイトはより鮮明に見えます。ニュートラルホワイトは自然で優しめの光です。これは好みで選ぶことができます。これが本体となります。他に予備のライトホルダーやパッキンなども同封されています。TH10 は大まかにライト本体、ライトホルダー、ヘッドバンドで構成されています。一体形成されたゴム製のライトホルダーは天然ゴムではなく合成ゴムなので、ゴム特有の匂いも少なく弾力性も高いので、ライト本体を楽に取り外せます。ライトホルダーのリング部分でライト本体を保持していますので、180度の範囲で上下方向に自由に角度を変えることができます。そしてボディは航空機アルミ合金で作られていますから、衝撃耐性も想像以上に頑丈さを誇ります。釣りをしている最中にぶっ壊れることがあっては大変ですから、この頑丈さはとても助かります。そして消えている状態から長い時間押し続けると最も暗いモードになります。夜釣りの時、ルアーチェンジやラインを結んだりする時はこの暗いファイヤーフライモードがおすすめです。そしてとにかく明るい光が必要だという時は、このボタンをダブルクリックすると最も明るいターボモードになります。眩しいですね。さらに点灯している状態でボタンを長く押し続けると、このように明るさが次々と切り替わっていきます。現在ボタンを押しっぱなしにしていますが、自分でこの明るさが良いと判断した時点でボタンを離すと、その明るさが継続します。一旦ライトを消してもう一度つけると、この時のモードでライトがつきます。次に SOS モードをお伝えします。夜釣りの時に万が一のことがあれば、この SOS モードを活用することができます。まあ、あまり活用したくありませんが、知っておいて損はしないと思います。現在ね、明るいですね。ターボモードですが、この時にボタンをダブルクリックしてください。するとご覧いただいていますように、SOS モードの状態でずっと
明かりが継続します。では続きまして実際の明るさを確認してみましょう。はい、このように明るさを切り替えていくと各モードの差がはっきりわかりますね。また中央が最も明るくなっており、さらにその周辺も中央方ではありませんが、かなりの範囲で明るくなりますね。明るくなる範囲が他のライトに比べて広いように感じます。それではスルーナイト TH10 を使ってみた感想をお伝えします。今までスルーナイトさんのライトを他にも2個紹介してきましたが、やはり釣りで使うにはヘッドライトが最も便利ではないでしょうか。ルアーチェンジをするときやテトラポットを洗うときなど両手が使えますから、かなり重宝することと思います。また明るさの切り替えも、真っ暗な夜道を歩くときはハイモード、街中を歩くときはミドルモード、ルアーチェンジのときはローモードを使うなど、さまざまなシーンで活躍できそうです。その反面、機能が充実している分、一般的なヘッドライトと比べて少し重く感じるかもしれません。まあこれは慣れの問題でしょうかね。とにかく夜釣りをする際はヘッドライトは必需品でしょうし、あまり安すぎるライトを購入すると明かりが暗すぎたりすぐに壊れたりするので、結局買い直す羽目になってしまうんですよ。ですのでこのような頑丈かつ明るさの調節ができるヘッドライトが良いのではないかと思います。次に補足でこちらの充電電池のご説明もさせていただきます。必ず専用の充電器で充電してください。複数本数使用の場合は全てこの同じバッテリーをご使用ください。他のブランド、メーカー、容量、電圧が違う電池を待たないでください。コンパクトなワンチャンネル仕様です。充電器および移動電源としても使用できます。短絡と過放電保護回路を搭載しており、安全に使用できます。使用範囲は広く、いつでもどこでも使うことができます。設定により急速充電および急速放電が可能です。 LiION バッテリーは低電流充電モード、 NiMH、 NiCD バッテリーはパルス充電モードに自動的に切り替わります。開封した段階ではフル充電というわけではありませんので、使う前に充電してください。充電する際はこのようにこちらがプラス、マイナスを間違わないように電池をセットします。そして付属のケーブルを差し込みます。こちらからパソコンなどにつないで充電することもできますし、もしくは市販されているコンセントにつなぐことのできる器具をつけることによってコンセントからも充電することができます。それでは今回は照明器具メーカースルーナイトさんとのタイアップ企画、
スルーナイト TH10 の紹介動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。